ピガマターでなりきり対決。どんどこどん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 どこどん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 。この企画は公式キャラクターやアニメのキャラクターなどに変装する企画です。観覧者が一番いいなと思った人に投票して優勝者が決まります。制限時間は5分。よーいスタート。じゃあ皆さん着替えてください。今回もなりきり対決に向けて僕もアバターを作ってきました。それがこちらです。中華のリーさんB 級グルメ街の鉄人ですね。では5分後にスキップしましょう。では5分が経ちました。1番さんから発表お願いします。お、そちらのコスプレは何ですか？女子警察官になってます。いいね。ポイントはどちらですか？手袋つけてるんですよこの子。あーはい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 。でなんか操作するときとか指紋つかないように、あの手袋するじゃないですか警察官の方って。なるほどね、凝ってるね。ちっちゃいところまで結構こだわってます。警察官の帽子がドクロなんですけど、これはどういうことですか？帽子だけなかったんですよ。あ、そういうことですね。闇の警察官というか汚職警官というわけではないですよね。まあ表に出られる警察ではないです。あ、そうなんだ。闇の警察官だこれ。表には出られないですね。2番さん発表お願いします。これは図書館の店員さんです。あ、だから絵本持ってるんだ。そうです。いいね。もしよかったら回転お願いします。首からぶら下げてるのは社員証ですか？そうですね。なるほど、ありがとうございます。図書館の方がピアス開けてる。本当や。ちょっと遊び心がありますね。では3番さんお願いします。3番さんの仮装は何ですか？大人びた小学2年生です。ポイントはどちらですか？ピアスですかね。確かに高校生以上にならないとピアスって開けてるイメージありませんからね。小学生のうちからピアス開けたらそりゃもう不良です。ありがとうございます。では4番さんお願いします。4番さん何のコスプレですか？YouTuber さんのピーマル様です。シルブプレジデント歌ってる方ですか？確かに見たことありますね。これうまいな。どちらがポイントですか？服とかをこだわって蝶ネクタイか、あとひよこもポイントなんですかね。作りました。ありがとうございます。では5番さん発表お願いします。そちらのコスプレは何ですか？これ実況者のピクトさんっていう実況者です。ピクトさんってマイクラ実況で有名な方ですよね。でちょっと滑舌が悪いっていうかそんな感じですね。ありがとうございます。では6番さん発表お願いします。これは誰ですか？これ俺だよね。小高さんです。俺のパチモン会やばいなこれ。中国の穂高みたいな。でもポイントが結構捉えられてますね。薄さ耳といい、帽子といい、紫色、目の色も似てますし。ありがとうございます。では7番さん発表お願いします。なのちゃん何がコンセプトになってますか？ナースです。かわいい。頭に冷えピタシートつけてますけど、ちょっと位置違うんじゃないですかね。それおでこに貼るやつじゃないですか？あ、冷えピタじゃない、すいません。このナースさんちょっとチャラいですね。ピアスがバチバチに開いてます。ありがとうございます。では8番さんお願いします。8番さん何のコスプレですか？医者。おー、7番さんと実質ペアコーデになりましたね。もしかして7番さんと8番さんこれ匂わせですか？最初見た時米津玄師さんかと思った。こんなお医者さんいたらみんな好きになりそうだよね。髪の毛染めてピアス開けてイケメンだわ。ありがとうございます。ではラスト9番さん発表お願いします。こちらは何のコスプレですか？ミッキーマウスです。似てるわ。ポイントはどちらですか？パーカーに耳がついてるのでそこがポイントです。かわいい、ありがとう。ミッキーの声こんな感じだよね。全員のなりきりが終わりました。観覧者の方は投票お願いします。集計結果が出ました。ピグアバターでなりきり対決の優勝者は6番さんです。おめでとうございます。パチ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 。6番さんどうでしたか？ちょっとやばい。4番さんが勝つと思ってたんですよ。こんなに勝てると思ってなかったんですけど嬉しい。おめでとうございます。ありがとうございます。ただ僕本人としてはねそんな似てると思ってないから。やめろよ。パチモンの穂高め。すいません。いいよ、ありがとう。次からは僕が本物の穂高だ。あーはっはっはっはー。